はい、どうも皆さんこんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今回なんですけども、ちょっとね、基本に帰ったような、話になるんですけども、ちょっとここ最近トレード手法とかね、ちょっと裏技的なテクニックとか、そういったお話というかね、動画講座がね、結構続いてたんで、ちょっと基本に帰ってで、FX トレードでね、こう想定しておかなきゃいけない、リスクについての、話をね、ちょっとやっていけたらと思います。で、もしね、あなたが、ちょっと FX に、慣れてきたという、そういった状況であるなら、ちょっと今一度ですね、ちょっと初心に帰るつもりで、今回の話をですね、聞いてほしいなと思います。で、FX で、トレードをすることにおいてはですね、どんなね、事態も起こり得るっていうことを、あらかじめ認識しておかなければいけない、必要っていうのが、あるわけなんですね。で、いわゆる、危機管理っていうものが大切で、リスクを限りなくゼロに近づけることが失敗しないための必須条件となるわけなんですけども、想定しておくべきリスクっていうのはですね、相場の急激な変動とかね、まず考えられますよね。で、この相場の急激な変動といえば、最近で言えば、EU、離脱の問題で、一気に、ドル円が下落したりしましたけども、ドル円に限らずね、他の通貨ペアもね、一気に下落したりしましたよね。そういうことがあるわけなんですよね。FX 市場っていうのは結局その日本だけの問題じゃなくて、そのもう世界規模で展開されている、もう史上最大のマーケット市場なわけなんですね。なんで日本だけじゃなくて、先ほど言った EU の離脱とか、そういう他の国で起きたような大きな事件とか、天災ですよね。そういう、事件とか、災害とか、地震とか、テロとか、そういったことがね、あった場合っていうのは、相場がね、急激に暴落したりとか、暴騰したりする、恐れっていうのがあるんですね。なんで、素人というか、全然 FX のことを知らない人とかからしたら、こういうことを聞くと、なんかギャンブルだとかね、怖いとか、一気に資産を吹っ飛ばしてしまうんじゃないのかとかね、そういう、恐怖感をですね、まず最初に感じちゃいがちなんですけども、その FX についてたくさん勉強してきている方だったらですね、こういう話を聞いたところで別に恐怖感とかね、もう感じないと思うんですね。っていうのが、あらかじめね、損切り注文ですね、ストップロスを設定するっていうルールを守っとけば、リスクっていうのはもうそこから先はないわけですから、損切り注文をしたその先に行くことは、まずもってないわけですから、一気にレートが飛んだりするときとかは、たまにありますけど、めったないわけですよね、そういうのは。ちゃんとその損切り注文にちゃんと引っかかってくれるわけです。だからその損失っていうのは自分で限定することができるんですね。で、そういう、ストップロスを設定するっていう、ルールを、ちゃんと守ったら、全然、こういう、
世界的なこう、まあ、事件とか、天災とか、まあ、そういうテロとかあった場合の、暴落とかね、暴騰っていう、あの突発的な値動きに全然こう恐れを、ね、感じる必要は全くないわけなんですね。でしかもですね、この損切り注文を設定しておくだけじゃなくて、そのエントリーにおいても優位性の高いとこでしかエントリーしないっていうふうに決めとけば、これももうダブルでもう余裕なわけですね。要するにもう全然恐怖を感じることはもう根本からないわけで、例えばこれ今チャートですね、これ今5分足ドル円の5分足なんですけど、これ今ねこう見たらこう上昇してるじゃないですか。で1時間足で見ると1時間足もこう上昇してるんですね。でここで1時間足と5分足っていうのは相性がいいっていう話は、以前の動画でもやったことあると思うんで、もうここではね詳しく語るのはちょっとやめようと思うんですけど、とりあえずまあ1時間足と5分足は相性がいいんですね。とりあえず、まあ今回はそれだけ覚えておいてください。で1時間足で今このようにこう要は上昇トレンドを作ってるわけですね。こういうふうにでこういう場面でこう売りでこう例えば5分足にして売り注文を仕掛けようと考える方いると思うんですけど、要はその逆張りの発想ですね。でこういうことをやる人はまあ1回2回とかね、例えばまあその週は勝てていたとしても、まあ、月ベースではマイナスになっちゃったりとか、まあ、その収益っていうのはまあ安定しないわけですね。要はその順張りの方がいいんですね。結局はこの1時間足でこう上昇なんだから、上昇トレンド作ってんだから5分足で、ちゃんとこう押しを待ってこう買うと。例えば今なんかねこう下落してるから、ここでねこうなんか売り注文とか仕掛けたくなる、そんな人もまあいると思うんですが、忘れてはならないのがこの1時間足でこのようにこう上昇を作ってるっていうことなんですね。なんで逆にここはこう5分足でその押しが終わるまでを待った方がいい状況なんですね。ここは例えばまあこんなところで売っちゃう人とかいるんですけど、これも遅いわけですね。こんなところで売っても、まあ、ここでもう下がってるわけだから、もちろんここからこうズドンと下がることもありますけども、それはありますけども、何度も言うようにこの1時間足でこう上昇トレンドをね作ってるわけなんですから、これはもう絶対にこうもう買いでしかも考えないようにするっていう、そういうルールを決めるだけでもですね、全然その優位性の高いエントリーができますんで、そういう優位性の高いルールを自分の中で作っておくっていうのもすごく、リスクを、抑える、ことに直接つながってくるんで、これはぜひまあ覚えておいてほしいなと思います。何もストップロスだけじゃないんですね。リスクを限定させるのは。正直そのエントリーする場所でもう全てが決まっているようなものなんですよ。正直 FX って。だからこういうそのもう意味わかんない中途半端なとことかでその買い注文とかね、買い注文じゃなくて売り注文ですね。すいません。売り注文とか、やっちゃったりする人はもうちょっとこう待ってみる。待ってこう再度上昇しそうな、形を作ってきだしたら買う。そこから買うと。こう下がってる時に売っちゃったらダメなんですね。下がってる時にむしろこう買う場所を待つっていう、そういう姿勢が大切です。それがその優位性の高い、場所でエントリーをするっていう、
そういう習慣をきっとそのうち形作ってくれると思いますんで、これはまだね身につけられてない人はですね、ぜひ早いうちからね身につけていってほしいなと思います。まあ、結局だからね待つこともとっても重要なんです。待つことがもしかしたら一番のそのリスクを限定させる必殺技かもしれないですね。うん。待てない人は結局変なところでやっぱエントリーしちゃうから、まあいくらストップロスをね損切りがうまくできても、まあエントリーのポイントが悪いと、まあリスクリワードも悪くなると思いますし、まあ月ベース、もっと大きく見たら、まあ1年ベースとかで、まあ収益をプラスに持っていくっていうことは、まあちょっと難しいのかなって思いますね。だからその損切りだけじゃなくって、エントリーのポイントも、上手にならなきゃいけない。もうこれはね、なんていうんですかね、もう絶対条件なんですね。もう FX をやっていく上で。だからもうこの2点からはもう逃げることはできないわけです。だから、もっとね、こう、勉強していただいて、まあ一緒にね、頑張っていきましょう。僕もね、これからもっともっと、こう、あなたがね、FX で上昇トレーダーに、なるために、有益な情報をね、これからもどんどんこう YouTube に、動画講座としてアップしていけたらなと思ってますし、僕自身、今、教材をですね、FX の教材を今2つですね、今販売してるんですけども、1つはまあスキャルピングに関する、FX 教材ですね。そしてもう1つは5分足を軸とした、FX 教材ですね。まあそれはやっぱりいろいろね、いろんな方々がですね、それぞれこうまあなんていうんですかね、いろんなトレードのやり方をやってると思いますんで、ご自身に、合うと思った、そういった、教材をですね、まあ、作らなきゃいけないなと。まあ、デイトレードだけに焦点を当てたような教材だけでも、スキャルピングとかやってる人とか、からしたらあんまり使えなかったりとかするかなと思いましたんで、スキャルピングの教材も、新しく販売したっていう形ですね。なんで僕自身その全部のトレード手法を僕自身はやってるんで、デイトレードももちろんやってますし、スイングトレードでもう1ヶ月以上ずっと、ポジションをね保有している、そういったトレードもやってますし、あと、もう1分足を軸としたもう超高速のスキャルピングもやってますし、なので、あと販売してないのは、スイングトレードの、教材というか、スイングトレードに関する、教材はまだ販売してない状態なんで、まあ、こちらですね、まあ、いつか、教材にして販売できたらなとは思っているんですが、まあ、とりあえずはまあもう2つ販売しているんで、まあもうまあなんていうかね、とりあえずはまあYouTube の、動画講座の方にしばらくは力を入れていこうかなとは思っている次第でございます。でちょっとまあ話がそれたんで、ちょっとまあ話を戻そうと思うんですけども、まあ FX のリスクって先ほど言ったように、まあその世界規模の事件とか天災とか、まあテロとか
以外で考えると、まあ、システムの停止とかね、FX 業者の倒産とかがね、そういったものもあると思うんですね。で、FX はもちろんそのインターネットとかパソコン、あとまあ、業者のシステムをね、使った取引になるんで、そのいずれかがね、まあ、ダメになると、まあ、取引がね不可能になっちゃいますよね。例えばまあシステムが、まあ、脆かったりすると、取引画面にログインできなかったり、売買注文がなかなか反映されなかったりとかね、よくその注文が滑ったりとかするような業者とかありますよね。注文するんだけどなかなか入らないみたいな、そういう業者とかはやめた方がいいと思いますし、あとまあ利益を確定させたりとか、あとその損切りですね、そのリアルタイムで損切りしたりする、まあその注文もね、決済注文ですね、遅れたりする、そういった業者もまああったりするんですよ。なんでそういう業者は使わないっていうふうに、した方が、まあ、そういう、なんていうんですかね、システムの面でのリスクを、まあ、軽減できますよね。まあ、中にはだからそういう、まあ、もうわざとかって言ってもいいぐらい、その売買注文を反映させなかったりとか、利益確定とか損切り注文がすごい遅れたりするようなそういう業者もあるんで、まあ本当に慎重に選んだ方がいい。やっぱ人気のところだったら OK っていうわけでもないんですよね。でも僕自身はそのブログで、まあ、僕が使っている、メインで使っている、XM っていう、まあ、海外の証券会社と、日本で言ったらですね、これはスキャルピング用で使っている、DMM.com 証券、この2つしか僕は使ってないんですが、この2つは非常に僕としてはおすすめです。だからまだ口座作ってない方はですね、まあ、よければこの2つで始めてみられてはどうかなとは思うんですけど、まあ、他の業者でももちろんいいところはね、あるとは思うんですけど、まあ、僕自身、いろいろと、いろんな業者を試していった中で、まあ、この XM と DMM.com 証券に落ち着いたので、まあそうですね、うん、他のとこだったらどこがいいんだろうな。まあちょっとご自身で調べてみ、てはいかがかなと思います。で、その FX 業者をですね、選ぶ際には、その業者の、財務状況の内容についてもしっかり、調べる必要があります。で、その例えばまあ万が一ね、その FX 業者が破綻したとしてもですね、信託保全という仕組みによって、口座に入金したお金は、返還されることになっている、そういう業者の方がまあ多いんですけども、中にはですね、その信託保全がね、ないような、言ったら本当にちょっともう詐欺的な業者もあったりするんで、それも気をつけた方がいいですね。で、その信託保全がちゃんとある FX 業者だとはいえ、そこで安心はできるんですけども、やっぱりその FX 業者のその財務状況がですね、やっぱりその悪いところだと、まあすぐその業者が潰れてしまう可能性もありますよね。なんで、やっぱりその財務状況が、やっぱりいい、ちゃんと、いい感じで、財務状況が回ってる、FX 業者さんですね。そこをやっぱ選んだ方が、いいと、言えます。どういうことかっていうと、やっぱ、使っている人が多い、たくさんの投資家たちが使っている、
FX 業者を、なるべく選んだ方が、分かりますよね、言いたいことが。その方が経営がやっぱうまくいってるんで、その潰れたりっていうことがないわけじゃないですか。人気のない業FX 業者選んじゃうといつ潰れるかも分かんないし、信託保全がついていたとしても、まあそれはね、その時になってみないと、その本当にそのお金が返ってくるのかっていうのも分かんないわけですから、持ち逃げしたりするような、そういう、まあ、業者も結構多いんですね、実際ね。なんで、人気のある FX 業者を選んだ方が個人的にもいいと思いますし、いろんなそのサービスとかもね、いろいろと充実してるんですよね、人気があるところの方が。まあなんでそういうこととかもちょっと頭の中に入れておいた方がいいのかなと思います。で、まあこういったその財務状況とかですね、 FX 業者のっていうのは、その口座をご自身、あなたがですね、その口座を開設するときにですね、きちんとね、前もってそのチェックしておいた方がいいかなと思います。で、まあ、FX は本当に、なんていうんですかね、人生をね、本当に激変させるぐらいの、レベルの、ものだと思うんですね。一気にね、膨大なお金を稼ぐには、本当にうってつけの、金融商品というか、ビジネスだと思うんですけども、メリットばっかりではないんですね、やっぱりね。なんで、その、初心者の方はですね、まあ、こういった、僕がこの動画でね、いろいろと語った、リスクについてですね、FX の持っている、そういったリスクを、まあ、ちゃんと頭に入れつつですね、十分理解した上で、取引を行うように、やっぱり心がけてほしいなと思います。まあ、ちょっといきなり、その、かなり、基礎的な話に今回、なっちゃったわけなんですけども、まあ、最近ちょっとこう、トレードのね、こう、裏技的なテクニックとか、そういう内容が結構多かったものですから、ちょっとまあ、僕自身も初心に帰ろうと思って、こういうお話をさせていただきました。はい、そんな感じですね。少しでも、僕の言いたいことがですね、ちょっと伝わったら嬉しいなと思います。はい、というわけで、翔太でした。ありがとうございました。